お願いします。なんか喋ろうと思うんだけど、これはラムネと、最近暑いもんでね、ラムネを飲んでるんだけど、ラムネってあの大手飲料メーカー出せないんだってね。ラムネっていうのはあの大手が出すのはサイダーで、ラムネはあの瓶の中にあのカチン玉ですね、ビー玉入ったら、であの中小企業をあの守るっていうか、そういうものがあって大手企業は作れないっていう、そういうのがなんかしゃべりたいです。ありがとうございます。ハッピー。40度なんで死んじゃうと脳が汗をかけて汗をかかして
それは脳が動いてるからインフルエンザが起きるけど、熱中症は脳がもうパンクしちゃって血液が流れないんです。だから皆さん必ず水を飲んだよ。でコーヒー飲んだら、ね、余計水水分になっちゃうので、コーヒーを流してね。そういうことで、またくだらない話で申し訳ないですけど、So you sit down in Lutero now with smile on your face and feel like you are all cozy to get lost.Bye-bye, Julie, shine right down.
楽しみない今日は最後まで楽しんでください。ということで、ストーンズとビートルズは、ビートルズはなんだあんなもんっていうふうに言うじゃあ、ローリングストーンズと思ってるかもしれんけど、ローリングストーンズ派としてはビートルズはあ同じような関係、仲のいいと同じかなっていう関係だけなんだと思うんだけど、ビートルズはやっぱり、まあ、ストーンズもそうか、しょうがないなっていう感じで、という感じで、まあ、あとはビートルズが出る番組で、ね、聞いてみたちゃんと説明してみよう。Thank you.
バンド名は